はい、インスタグラムの質問箱にいただいた質問で、 YouTube チャンネルを作ろうと思いますがうまくできるか不安です。今後トリミングサロンに必要ですか。これ必要かどうかという話を先にして、次にうまく作るにはっていう風に分けていきますね。必要かどうかっていうと、必ずしも YouTube チャンネルが必要ではもちろんないですけども、動画のコンテンツ、我々の仕事って文章よりもやっぱり動画の方が伝えやすいので、動画のコンテンツは今よりももっともっと必要になってくるのかなと思います。Google の話をしますね。YouTube は Google が運営してます。Google は使いやすい検索エンジンを作るために労力をかけてますね。まあ、Apple の携帯の検索エンジンを買い取るのもすごい高いお金をかけて権利を得てるし、まあ Google シェアは取りすぎなんでいろんなところで訴訟されてますけども、結果としてまあ近々にですよ、我々の検索エンジンが Google でなくなることはほぼないと思うので、よっぽど Google が嫌いで自分でブラウザを変えて別の検索エンジンを使わない限り、ほとんどの端末は今まで同様 Google を使うことになるわけですよね。で、人々がトリミングサロン、病院を検索するときにウェブを使うことも変わらないですよね。そして Google マップがいろんなマップの中で一番使いやすいマップだっていうことも変わらないです。つまり、まあ、Google マップ上やウェブ上に自分のお店やトリミングサロン、病院がないと、やはり世の中から認知が薄まってくるっていうことは変わりないということですね。検索結果をクリックするじゃないですか。動画をクリックする人増えてきますよね。そうすると Google も必然的に検索結果の中に動画を入れる割合も増やしてきますよね。そんな時に YouTube を運営している Google が自分たちの検索エンジンに表示する動画を YouTube 以外の動画を出すわけがないじゃないですか。なので動画は重要。自分たちの存在ですね。はいはい、ここにいますよっていう存在をアピールするためには、やっぱり YouTube は必要だという話です。でもこれ、YouTube ってこれ闇込みにやっても失敗しちゃうんですよね。インスタとかブログとか Twitter とは違って、この失敗というか焦燥感が明らかに出てくる。一回の投稿にかける労力が違うわけですよ。Twitter のように文字を打つだけでもないし、その労力に対しての再生回数っていう目に見える評価っていうのが低いんですよ、本当に。上がらないから心が折れるんですよね。なので結果が出る戦略を作っていかないといけない。簡単に歴史からおさらいしていくと、トリミングサロンの YouTube の歴史は先見の明がある2人が担ってきた。ウェポンさん 12,500 人登録して、上手なのはやっぱ飼い主さんを引きつけるコンテンツを作ってますよね。これは上手でしたね。今はほとんど上げてないですけども、ピークの時はもうこのチャンネルがあればトリミングサロン運営に関しては全然困らないだろうなと思って見てました。ジャーさんもすごかったですよね。今2万人以上いるのかな。誰かに技術を伝えるっていうことが、もうセミナーとか学校とか以外にウェブ上でタダでこれやってなんか意味あるのって思ってた人がもう 99% ぐらいだった中、無料で伝えるわけ、まあ影響力がついたと思うし、まあ今となってはインスタとか YouTube とかいろんな動画メディアでこう自分の技術を切り売りする人増えてきたんで、例えばジングーさんとかハニーの野田さんとかが YouTube でこう上げ始めたら、それは見ると世界中の人が見ると思うんだけども、よっぽど上手じゃないとこの技術提供っていうところは厳しいのかなと個人的には思っています。登録者ランキング、ウェポンさんのランキングなんですけども、もちろん 12,500 人から動画を上げてないので横ばいなんですけども、日に日にランキングが落ちていくんですね。この登録者ランキングで全てのコンテンツ含めですよね。つまりエンタメとか最近伸びてる学習系とかのコンテンツ含めてなので、そのあたりで発信者が増えてくるので登録者ランキングは確かに下がっていくわけなんですけども、一つ大事なところは、これはずっと言ってるけども、我々の決定機でいや、ご婦人層になることが多いので、その方たちは今から見始める人も多くいます。なので我々にとっては全然オワコンではないですね。ただ目的の中に収益ってなるとちょっと難しいのかなと。これシュー&ツリーさん、まあ、ご存知ですよね。163万回、これ韓国の方です。韓国の方やっぱり見極めるのも早いし、やるぞってなった時の集中力半端ないんですよね。よーく考えてねってやってますね。総再生数3億4000万ですからね。仮に1再生あたり 0.5 円だとすると、1億5000万ぐらい、この数年間の YouTube で収益が入ってる。税金大変だと思いますけど、家買いましたよね。庭付きの大きな家買って、これ経費に当ててるんだと思うんですけど、どうでもしないと、経費かかんないですからね。税金は大変だと思います。今でもコンスタントに上げていて、全くオバコンではなくて、月々100万以上収益が入ってそうですね。これ、できればキャッチミーとか、変な日本語のタイトルになってますけど、世界のいろんな地域の言語で、その、
国の言語でタイトルが出るように YouTube で調整してるので知らない人ほとんどだと思うんです。この作業をやるだけで全然違うと思う。結局他の国で見られてると広告料減るのかっていうと、基本的にはその国で見てる人はその国の広告が出るから、まあ、いろんな国で見てもらっても広告収入は変わらないので、そのあたりは YouTube の強いところですよね。グローバルに戦えますよね。何しろその犬の可愛さって世界共通なんで言語いらないので、まあ、その辺を見極めたのは強いですよね。このラブリーグルーミングさん、これも歴史は浅いですけども上手でしたね。誰が運営してるのかは知らないですけども、ちっちゃなプールでバズりましたね。4000万ぐらい再生されましたよね。これはうまいですね。可愛さと映像とで勝負して、だからといってめちゃめちゃノウハウがあるかっていうとそうでもないんだけども、世界中で見てもらってますね。こういう再生回数を狙うんだったらここはうまいですね。バウワウチャンネルさん、トリミングと物販を販売してるんだと思うんですけども、何が上手かって再生回数を取れる動画をちゃんと話し合ってコンテンツを決めてコンスタントに出してますよね。頭いいですよね。結局 YouTube の良いところ、これ無料の広告ですからね。YouTube を見てお店に来る人ってめちゃめちゃ多いと思いますよ。このお店は上手だと思います。でも言ったように今から始める人は収益を求めるとあまりうまくいかないと思うので、基本的にはお店のブランディングとか集客とかそのあたりを気を使ってやればいいのかなと。歴史は浅いですけども上手なお店がこの2つですね。モイさんとパパさんですね。この2つのお店に長けてるのはトリミング上手ですね。あとカメラ技術と、あと YouTube にするノウハウがしっかりしますね。めっちゃ調べるお二人ですね。戦略的ですね。で、オンラインサロンに入っていただいてて、僕が YouTube に関して発信したセミナーもしっかり聞いてくださって、結果出してるので、逆に会員さん向けの講師としても登壇していただきました。パパさんに関してはポメラニアン150万ぐらい再生されてますよね。これだけで70万ぐらい収益がありますし、これグラフを見ると、1日7万再生されてる日もあるし、まあ、2店舗とも精力的に動画を上げるお店じゃないけども、面白いのはですよ。先日、横浜のお客様がパピパー来てくださって、いいトミングサロンを探してるんだけども、どのお店に問い合わせても、ご新規は受付してないんだっておっしゃって、どこに聞いたんですかって言ったら、この2つのサロン出てきました。ちなみに、モイさんは中野区で、パパさんは墨田区ですよ。横浜の方が時間かかってもいいんでやってもらいたいっていうサロンにこの2つが入ってるんですよ。びっくりするじゃないですか。まあそのぐらい動画っていうのはそのお店の雰囲気とかその人の技術とかをしっかり伝えるコンテンツだなっていうのはそのエピソードだけでもわかりますよね。5年ぐらい前は単焦点の一眼レフがあったら誰でも再生回数上がるって言ってたんですけども、今そういうわけにもいかないので、この2つのお店のようなカメラ編集技術はある程度必要になるんだけども、それだけではうまくいかないと思うんです。その場合は特化させることですね。ポジションを取ると言いますけども、2つチャンネル紹介します。ハクチャンネルさん、一度ファーミネーターでバズりましたね。まあ相当数再生回数上がったのでチャンネル登録も増えて来店も増えたと思いますし、そこからまあ、トリミング技術だけではなくて、シャンプーの技法とか、特化した動画を出すようにしてた。もう一つは、MM スーハーさんですね。シュナザーの動画に関しては、うちも結構ポジションを取ってきました。けども、さすがに MM スーハーさんほど、シュナザーって高い技術で投稿すると、やっぱりトリミング、シュナザーでポジションを取ってるのは、やっぱこのお店さんですよね。MM スーハーさんが、YouTube チャンネルを作ることで生きるのはオリジナルの商品持ってるじゃないですか。リードとかハーネス売ってらっしゃるじゃないですか。可愛いの。これは強いですよ。まあ、シュナザーで特化してチャンネル登録増やして影響力を増やした時に、その影響力を使って物を売る。影響力のある YouTuber たちも自分たちが売るものをこぞって作り始めてるのと同じロジックで、オリジナルの売るものを持ってるお店は強いですね。特化するとか、ポジション取るっていうところと一緒で、まあ、コラボがやっぱり大事な。クラブハウスとかインスタって今、ライブのね、コラボのコンテンツになってるじゃないですか。フォロワーさんの顧客層とか似てるチャンネルのことをコラボすることで、まあ、飛躍的に認知度が上がるってなりますね。これ、うちのチャンネル投稿登録数の推移ですけども、ドカーンと上がってるのは、YouTuber さんとコラボした時ですね。1500ぐらい1日でチャンネル登録者が増えたのかな。それからも再生回数が安定してましたから、これはでかいですよね。まあ、質問者さんの必要ですかっていうところに関しては、まあ、あったらいいねなんですけども、やると決めたのであれば、戦略なしでやってしまうと、労力だけ費やして、誰からも見てもらえなくなると思います。ちなみに、動物病院にしても、サロンにしても、トレーナーさんにしても、発信者が増えてます。増えてますけども、ずっとやらないです。ほとんどは離脱します。今、始めるとしたら、
しっかりとした戦略を持って一本一本大事に作った方がいいと思って。ちなみにうちは多分業界唯一ですね。インスタも YouTube チャンネルも1万を超えるっていうのはうちだけだと思うので、 SNS コンサル、 YouTube コンサルもできますので、お気軽にご相談ください。 YouTube のコラボ依頼もお待ちしています。